ハリウッド・香港は2001年の香港映画、香港、日本、フランスの3カ国共同制作、フルーツ・チャン監督による、いわゆる、勝負三部作の2作目にあたり、2002年の第39回金馬進むでは、史上最多の14部門でノミネートし、最優秀監督賞など3部門を獲得した。香港に最後まで残っていた、バラック小屋の並ぶ下町、 大ホム村。流昇道を挟んだ反対側には、プラザハリウッドと、高層マンションが豪華にそびえている。中家は、父と子二人の三人でこの村に住み、チャーシュー屋を開いていた。また、同じく大ホム村の住む、チンピラのウォンチー県は、自宅で出会い系サイトを開設して、同性相手に金を取らせて生活していた。ある日、 地位権はネット上で上海天使というハンドルネームの本本を知り、常時を交わす。同じ頃、放課後に店を手伝っていた際は店に来たトントンという少女と出会い、二人は友人となる。トントンの登場によって中家には活気が生まれたが、民はトントンと体を重ねてしまう。やがて地位権のもとに弁護士からの通知が届く。その内容は未成年である。 本本への性的暴行に対する慰謝料として5万ドルを支払えというものだった。強気で突っぱねていた地位権であったが、取り立て屋に襲われた挙句右腕を切り落とされ、しかも直前に人間違いで襲われていた別の男の左腕をつけられてしまう。さらに、利息を含めて15万ドルの請求が来ると、地位権は本本とトントンが同一人物であることを知る。 歳から住所を聞き出した地位圏は、包丁を握りしめて、ハリウッド地区にかけていく。トントンに危機を知らせようと屋根に登って、そうと合図を送る際、地位圏都民が部屋に駆け込むと、そこは、もぬけの殻だった。大ホム村から見たプラザハリウッドと、星が明らきエビーザインターネットムービーデータベース。ありがとうございます。